どうしました？ちょっとだけね。昨日のお酒が今日に残っちゃって。二日酔いとかじゃない。一体どうすればそんなになるんですか？実は焼酎を2升ほど。それって大丈夫なんですか？ご覧の通りビンシャンしております。わかりました。二日酔いに効く薬を買ってくればいいんですね。何か指定とかってあります？はい、酎ハイレモンのやつ。真面目に答えてください。ごめんなさい。前にね、二日酔いの薬を作ってもらったことがあったの。チキに聞いてみて。多分あの子が。やば。わかりました。行ってきます。あと頼んだわ。マイコさんが二日酔いで大変なんだ。そう、またなってしまったのね。サーリャ。でも安心してちょうだい。以前にも対処したことがあるから。何かあるのか？前にマイコがこうなった時に飲ませたお薬があるんだ。あ、じゃあ早速それをくれないか。お薬前の分で最後だったみたい。材料はイドラスフィアに行かないと手に入らないわよ。行ってくるよ。マイコさんを放っておくわけにはいかない。お兄ちゃん、やっぱり優しいんだね。放っておいたら何しでかすかわからないから。確かに。それじゃあ気をつけてね。詳しい材料はトピックでお知らせするよ。チキの言っていた薬の材料、ここで取れるようだな。ああ、マイコさんが心配だ。早く探そう。これは…てあっ！よろしく、チキ。任せて。それじゃ早速お薬作るよ。へい。はあ、疲れた。これでお薬は完成だよ。
今の動きは？もうそれはいいでしょ。ほら早く舞子にお薬。読みの国より帰還しました。はあ、よかったよ。すっげえ効き目だな。なんかやばいもんでも入ってるんじゃないの？ごめんね、みんな。ずいぶん迷惑かけちゃったみたい。チキにもお礼言っとかなきゃ。まったくだぜ。イドラスピア行かないと治せない二日酔いって一体どんなだよ。もう勘弁してくださいよ。俺たちは舞子さんのお袋じゃないんすよ。ウェーン、お母さん、トーマくんが怒った。え、わ、私こ、ほら、トーマくん、ねえでしょ、仲良くしなさい。ほんとこの人はチャランポランだな。ねえ、いつきは本当に舞子がチャランポランだと思う？はい。よどみのない答えね。まあ無理もないか。あの人、昨日業界関係者と飲んでいたのよ。フォルトナのタレントを売り込むために。結構な立ち回りだったそうよ。そうだったんですか。それだけじゃない。ミラージュ事件の隠蔽や警備関係で裏から手を回すために、警察の上層部と一晩中接待や交渉をしていることもあるわ。俺たちが戦えるのは舞子さんが陰で支えてくれてるから、そういうことですか？あの人、そういう一面言いたがらないし、見せないように努めてる。でも、いつきは知っておいた方がいい。感謝しないと、ですね。よーし、みんなのおかげで、すっきり会長。今日もお仕事頑張りましょう。おーおーおー、ほら、いつきくんも。おー、はい、よくできました。